えー、初心の状態です、ご覧ください。で、まあ、CT 撮ると、ご覧になって分かりますように、ここに、混戦病変があります。まあ、化学官の方とは、えー、接してないため、安全域でありますので、まあ、あの徹底的にこれは混戦病変を取る、えー、この状態、ご覧ください。まずは、抜歯しました、えー、真ん中のレントゲンが、デンタルが、抜歯直後の状態です。 えそして抜きましたら必ずインプラントをやるんであれば僕最近よく言ってますけどリグフィットということでリフィットとリグロスを混和した状態でバシカを徹底走破した上に置きますですからリグロスとリフィットリグフィットを混ぜた状態で固形状にしたゲル状の状態になりますそれをなるべく口腔内から逃がさない状態でそれで上から保護します、えー、動画がありますのでご覧ください まずこれがリフィットですねこれをまず半分に切りますでこの状態で細かく、まあ、これぐらいにしておいてそれからリグロス付けます こんな感じ中に染み込んできますのでこの状態で入れますわかりですかこれがリグフィットの、えー、動画となりますそれからえっ、ー、と初診の状態から10ヶ月後この状態ご覧ください混栓、えー、病変もなく、えー、骨ができている状態が確認されますまあ、断面でも接線でもお分かりですよね骨の状態がだいぶ安定してます でも、ここで考えると、やはり本来の骨化はしていないということになりますので、この辺は先生方の、えー、テクニカルなものに頼りますけれども、実際、オペで賠償していって、結構緩いとか、硬いとか、その辺の感覚によって先生方の主義を変えるというテクニックも必要になるかも分かりません。とりあえず難しいことは言いませんので、LINE、えー、していただいて、えー、確認取ります。で、問題ない、えー、骨ができてますよということから、 ここで、エルガイドの印象になります。